一人飲み会第2回かな？ 2 回じゃないよな。相当やってるね。まあ、20回ぐらいかな。いや、そんなやってないか。15回一人飲み会、イエーイってことでね。はい。今日もまだね。今日っていうかね、今日何本撮りかな？3本撮りくらいするかな。このね、アセロラ。まだ飲んでます。まだ1本開けてません。はい。もう話の続きですよ、もう。今日はね、いろいろ語るよ。飲んでるからね。さあ、何のお話をね、しようかなと思って、ちょっと今ネタを考えながら、喋りながらとやっていきますかね。この辺お話でもするかね。そうっすね。じゃあね、そう。これね、私ね、YouTube っていうのはね、そうなんですよ。まあ、たまにね、たまに、ライブとかでも聞かれますけどね。プロ YouTuber にならないんですか？というね、ような感じのところでね。まあ、あれですよ。まあ、それじゃ半分冗談みたいな感じで言ってると思うんですけどね。本気じゃなくてね。いやー、まあ、ここね、まあ、YouTube 界はいろんなこと起きてますね。なんかね、まあもちろんいいこともあればね、あまりよろしくないこともあったりとかね。まあ、ありますね。まあ人間だからそれはもうしゃあない。ね、仕方がない。これもこっちまで、これ何だったっけ？とかそう。でですね、まあね、別にこれトップ YouTuber もそうだしね。まあね、まあごくごく普通の YouTuber さんなんかでもね、いろんなことが起きてますけどもね。まあでもね、こうやって悪いこともあればね、必ずいいこともありますんでね。これやっぱ人生は波ですから。YouTube も波ですよ。いいことがあったり悪いことがあったり。ありますからね。各いううちのチャンネルもね、そうです。紆余曲折ありましたからね。この短い期間の中でもね。いいこともあれば悪いこともある。まあ一時期本当にね、やめようかなと思った時もありましたよ。ぶっちゃけ言うとね。まあでも今こうやってね、おかげさまで、また変わらずね、やれてるのでね。でもね、結構ね、スタンスは細かく変えておりますよ。いろいろと。ね、方向性とか。まあね、やりたいことをやりますよというのをやったりとか。まあ、あとはちょっと、なんていうのかな、やっぱり YouTube ってやっぱりなんだかんだ言いながらね、インターネットとはいえ人と人なのでね、まあその辺をうまく、ね、やりくりできるように、まあやっぱね、自分らしくいるためにはね、やっぱそれなりに それなりにね、いろいろと配慮するものがあったりとかね、しますので。そうそう。だからこう、なるべくね、言いたいことを言える環境づくりをちゃんとしなきゃいけないねっていうのはね、ありますね。自由を得るためにはそれなりにねっていうところはありますね。かといって君がそれなりにのことをしてるかと言われるとね、ちょっとこう自信はないんですけど。で、おかげさまでこのチャンネルもね、だいぶ安定してますね。安定してる。やっぱりちょっとこう、なんて言うんだろう、セオリーじゃないけどね、やっぱりこう続けていくと、だんだんチャンネルの規模も大きくなってくるし、まあ、規模って言ったらか、ちょっと語弊があるか。なんだろうな、本当ね、最初の頃は片隅で隅っこで細々とやったのが、まあ徐々に人目につくようになって、ね、まあまあそれなりにぼちぼちこう、皆さんに見ていただけるようになってると。まあこれトップ YouTuber から比べればね、本当ね、ゴミみたいな存在ですけども、まあでもそれでも、ね、なんか、こう、なんだろう。まあ全く、
全く一人ぼっちと、一人ぼっちというか、まあ、小規模って言っても、まあ、ちょっと語弊があるかな。まあ、本当のちっちゃな段階からは、ちょっとこう、一つ、抜けれることができたかなと。まあ、それがいいか悪いかは、ちょっとね、別にしてね。まあ、でですね、まあ、話は長いんだけど、まあ、酔っ払ってるからね、だらだら話すけど。そんなわけでね、僕はね、YouTube のスタンスとしては、仕事なの、遊びなのというところでいけばね、これはもう一貫してね、遊びであるというのは、もうずっと貫いております。まあ、貫いてるっていうか、まあ、そうしかできないっていうかね。これはですね、別にね、仕事としてやってる人、YouTube を仕事、職業としてやってる人を否定してるわけではないんですよ、それは。もちろん、それはそれで素晴らしいことですしね。本当にね、すごいと思ってますし、あと心の奥底でね、羨ましいなぁとも思っております。まあ、その一人ですね。で、まあ、僕がそのプロとしてやらない理由にはね、まあ、理由がありましてね。やっぱりこの YouTube っていうのはね、大事な存在なんですよ、僕の中でね。まあ、趣味としてやる上で、ものすごく大事にしてる。まあ、趣味だからね、やっぱ大事にしてるもんでしょ、皆さん。誰だってね。釣りでもいいですよ。パチンコでもいいです。バイクでも車でも、ファッションでも。やっぱ大事ね、好きなものは当然みんな大事ですから。でね、私はかつてね、やっぱりこう、自分の好きなこと、趣味であるものを仕事としてやってきておりました。でもね、結局ですね、仕事となったら最終的にね、やっぱ仕事なんですよ、それは。趣味じゃないんですよ。仕事になっちゃう。興味がなくなるとまではいかないけど、やっぱりね、純粋な趣味とは違うよねってことになるね。まあ、もちろん、今も変わらず、好きなものですよ。好きなものであるのは変わらないんだけど、やっぱり仕事としたことで、本当心の底からわーいっていう楽しめるものではなくなってしまったっていうのは、これは実際にそうだと思います。まあ、どんなに楽しいこと、やりがいがあることをね、で、まあ、夢を叶えたね、これで仕事でできるってこう、やっぱね、仕事となるとね、当然やっぱり四六時中やるし、でだん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 やっていくと期間が長くなってくる。そうするといいところだけじゃなくて悪いところも見えてくる。悪いところも見えてくるっていうか、悪いところが目立つようになるんですよ。ねえ、なんでだろうねってことで。まあ、これからね、可能性がある、未来がある、可能性がある若い人にね、こんな話するのは、ちょっと申し訳ないんだけど。まあ、若い人は見ないでください。やっぱ年取ってね、ちょっとこう、30代、40代ぐらいになって、以上の方にね、ちょっとこの動画見ていただければと思いますけども。まあ、なかなかね、まあ結局はね、まあ人だったりするんですよね。人と人同士とかね。まあ同じように目標を持ってても、突き詰めていくほど、細かいところにやっぱり違いがあったりするわけですよ。おそらくこれはね、まあ、YouTube でもそういうふうに将来的にはなってくると思うんですけどね。で、まあその違うところは気になっちゃう。人とはね。気になるなら見なきゃいいじゃんだもん。ねえ、なんだけどね。そこでね、やっぱり攻撃したりとかね、陰口言ったりとか、っていうところが出てくるわけですよ。出る杭は打たれるとかっていうのはね、そういうところもあるわけですよね。羨ましいっていう気持ちがね、ちょっと憎悪に変わって攻撃してしまうっていう人とかもやっぱり出てくると思うんですよね。それはどの世界でも一緒です、ございます。なのでね、YouTube はあくまで趣味ですよっていうスタンスを貫いている。まあ、そういうことですね。貫いてるか。かっこよく言うと貫いてるんだけど、まあそうせざるを得ないっていうところかな。正直。正確にはそうせざるを得ないってところですよね。
まあそういうね、人って嫌だなっていう部分をね、なるべく YouTube には持ち込みたくない。もしね、そういうふうなことがあったら、まあ叱るべき対処を取るというか、叱るべき対処を取るって言ったらすげえ怖いんだけど、まあ別に、まあね、いろいろ言ってくる人を攻撃するってことは自分はまあしないのでね、静かにいなくなるっていう感じの方がいいのかな。っていう感じですかね。意外とね、腹が立たないんですよ。別に、知ってます。私のことをどうこう言ってる人がいるっていうのはまあね、知ってるんだけど、まあこれだって、ツイッターとかでみんな情報くれるんだもん。ツイッターでね、いろんな、何々さんがこんなこと言ってたよ、みたいな。まあいいんだけどもね、それは。まあでもね、いいんですよ。それに対する恨みとかっていうのはないんですよ。別に怒りとか、あの野郎こんなこと言いやがってとかね、そういうことは別にね、昔の自分だったらそれはあるけど、今の自分はどこかでね、人間ってそういう部分だってことはちょっと、なんか、分かってきてですね、あんまり腹が立たないんですよね。意見が違うっていうのはね、仕方ないんですよ。別に僕の悪口を言ってる人が悪い人かといえば決してそうではないわけですよ。まあ尊敬してるしね、すげえなって思うしね。だからまあまあ合わないんだなってことで、あんまり気にしないです。腹も立ってないです、本当に。これは正直なところでね。じゃあまあ合わないからね、その人の気を苛立たせるのもなんだから、自分はそこで引いていこうという感じかな。で、いいと思います、それで。まあ、やり合うと盛り上がりますからね、YouTube ではね。それはそれでいいんだけど、それはね、やっぱり相手に愛情がちゃんとないとダメですよね。それやるときはね、いわゆる炎上系っていうやつですか？炎上系って言いますけど、結局、それうまくやるには、相手に対するリスペクトだったり、一応その相手がそのなんか利益になるようにっていうような、そういう配慮がないと危ないですよね。うまくいかない。本当ガチでね、陰 口言ってたら、まあ普通に消えてくっていうか、良くないと思いますね。大変なことになると思いますよ。今言った本人もそうだし、言われた相手も多分結構大変なことになると思うのでね。でね、あと、あれですね。よく、匿名にしたりとか、伏せ字にしたりとか、別にこの広く一般的な話で言うんですけどもって言っても、結局バレちゃうからね、それ。バレちゃうんですよ、それ、結局は。バレちゃうので意味がないんですよね、それね。分かっちゃうから。名前はあげないけど、分かっちゃう。分かっちゃうのは、実はね、分かっちゃうのは罠いいんだけど、違う人と勘違いしてね、違う人が攻撃されたいっていうのがありますからね、これが怖い。これがやばいから、だから、匿名しない方がいいんですよ、実は。実はね。名前言っちゃった方がいいんですよ。関係ない人がね、攻撃されちゃうことがあるんでね。それ気をつけた方がいいですよね。あとは別にね、これひょっとしたら俺のこと言ってんじゃねえとかね、いうのがありますからね。勘違いされちゃう。いやいや、違う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 っていう。違う違う、あなたじゃない、あなたじゃない、違う違う違うとか。あります。ありますよね。ありますよね。YouTube や、YouTuber あるある。まあまあまあ、そんなこともあるのでね。まあ、だからこそね、あんまりこう、そこで攻撃したりするってよろしくないですよ。そっかと思ってね、静かに身を引くという。それでいいんですよ、YouTube は。まあまあ、言いたくなる気持ちはわかりますけどね。我慢するっていうのもいいかもしれないよ、そこでね。
でですね、私のね、本職で言えば物書きなんですよね。物書きです。文章を書く仕事でね、この物書きを長くやってましてね、私も本当ね、これが自分の得意とすべきものだと思ってましたよ。自分の得意科目が物書きと思ったんだけど、ところがですね、YouTube を始めてですね、いや、自分はこっちの喋る方の方が向いてんじゃないかなと思ってね。才能があるかどうかは別にして、合ってるとは思います。喋る。YouTube で動画を作って喋ってっていうのはね、その方が合ってるって、思います。自分でも。断然こっちの方が合ってると思います。で、僕には物書きの才能がなかったんだの、だなっていうのを気づかされました。逆にね。才能とかはね、置いといても、その書いて伝えるよりも、喋って伝える方がね、断然面白い。これは人によって様々だと思います。ね。YouTube でやるよりもブログの方が合ってるとかね。ブログでやるよりも YouTube で合ってる。の方が合ってるってね。それは人それぞれかな。でもね、僕はその YouTube をやることでね、こう YouTube とはこんなに素晴らしい世界だったんだと。動画でね、自分の身振り手振りで喋って、その思いをこう、みんなにこう見せて伝えるっていうのはこんなに楽しいものだというのをね、YouTube をやって気づかされたという次第でございますね。だいぶ酔っ払ってきましたけどもね。喋りますよ、もう。喋 りますよ。こういうことをいつもライブでやってんだけど、こういう動画もいいもんだね。どんだけ喋った？もう16分も喋ってる。長いね。でね、ここから、そうですね。じゃあ、ちょっと長くなったついでにね、やっぱり僕としてはね、YouTube にね、どんどんチャレンジして、やってみようかなってね、人が増えてほしいって思ってるんですよ。どちらかというと、いろいろチャレンジしてほしい。やっぱこういう面白い世界だからね、やっぱりみんなに勧めたいなっていうの気持ちはあります。合わないがちょっと別としてね。今ね、 YouTube っていうのは続けるごとにね、やっぱりチャンネルがだんだん大きくなっていく世界なんですよ。その自分の持つチャンネルはね、登録者が増えたり再生回数が増えたり、どん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 やっぱり大きくなっていくと思います。これがおそらくね、よくみんなが言ってるアルゴリズムに乗るっていうことなのかなと思います。乗りやすいですね。ブログとかインターとブログとかホームページでね、やっぱ再生回数ね、100回いったらね、おお、すげえとかって思うんだけど、ここはちょっと桁がちょっと違いますからね。もう1日で1万回なんかピューンってね、超えちゃいますからね、あっという間ですよ。1万、10万。1日100回再生なんかもうほんと、あっという間ですね。100回、1000回っていうのはもうすぐです。で、1万回っていうのももう本当に、何ヶ月かやればね、もうすぐ行っちゃうっていうような世界なんでね。もうすごいプラットフォームですね、YouTube っていうのは。自分もだからこれで始めて9月だから、ちょうど10か、まだ1年経ってないですよ。10ヶ月目ですよ。でも、そのチャンネルが大きくなっていくっていうのはね、すごく感じております。で、ねえ、これちょっとやらしいか話かもしれないけどもね。おそらくね、この調子でいくと、もう現状ですね、どうかな。ひょっとしたらですけど、なあ、無理か。ああ、無理か。無理だけど、来年のどこかの時点で、本職のギャランティーを抜かれるかもしれないと思いますね。どこかでね。一時的には抜かれると思います。要は単価が変わるのでね。なんだけど、そしていずれは、その普通に平月で抜かれるだろうなっていうのがね、
まあ来年ひょっとしたら、まあ来年は多分ね、今月逆転しましたっていう話になると思うし、おそらく再来年はまあ普通に本職よりも YouTube の方が収入が上がるだろうっていう感じですね。まあ分かんないですよ。そうじゃないかもしれないし。でもですね、それでもね、私はその月5日の仕事を辞めてね、まあ、専属の YouTuber でなろう、まあ、プロでやろうっていうのはね、思ってないんですよ。まあやっぱね、最初に言ったようにね、楽しい世界は大事にしたいっていうのもあるんだけども、あとですね、おそらくこれは安定してないと思うんですよ。例えば、リーマンショックとか、バブルが弾けるとか、そういうね、大きなその、経済的な恐慌があったりすればね、あっという間に収益が激減します。だってこれ広告収益ですからね、YouTube っていうのは。だからね、YouTube を生業にするにはね、僕のチャンネル規模から言ってもね、やっぱたかが知れてるんで、まあ、こういうリスクにつきまとうから、まあ、これを本職にするっていうのはやっぱ危険なんでね、自分は、まあそういう意味でもうやらないっていうとこですかね。あとはね、やっぱちょっと普通の人は真似しない方がいいと思います。やっぱり、可能性は分かんないですよ。本当可能性分かんないです。誰ができるかっていうのが分かんないですよ、YouTube って。自分なんかダメだろうっていう、思ってる人がね、すげえ成功したりしますからね。分からないです。はっきり言って誰が成功するかって。かくいう自分なんかもそうですからね。そんな YouTube で、まあ、収益は上がるだろうなっていうのは分かるけど、まあね、なんかこう、そんな、例えばそれが生活のね、なんか生きていけるぐらいの金額になったりとかっていうのっていうのは考えてなかったでしたからね。まあ、なのでね、まあ、ちょっと話はちょっとこう、つじつま合わないんだけども、なので、YouTuber どっちにしろね、遊びの一環であるっていうスタンスはね、これからも変わらず続ける。そして、普通に仕事は続けるっていうのはね、変えずにやっていこうかなと思っております。でもですね、まあ、こうやって映像を作ったり、で、まあ、表現がするのが好きだとかっていう人だったらね、もうこの世界って非常に素晴らしいものがあります。例えばね、芸人さんとかね、だったら、わりかしうまくいきやすいんじゃないかな。でね、最初の方に言いましたけども、もちろんね、インターネットの世界だから嫌な人も出てきますよ。でもね、はっきり言います。それを上回る、楽しいことが圧倒的に多いのでね。で、まあ、ね、こうやって、うだうだ、こう、喋りましたけどもね。でもまあ、こうやって YouTube やってみたいなとかね、チャレンジしてみたいなとか、こう悩んでる人のね、背中を後押しできれば、これ成功でしょう、今回の一人飲み会は。ね。なんだかんだ言ってもね、人生を豊かにする素晴らしい世界なんですよ、YouTube はね。で、まあ、こういう楽しいのがあるからね、まあ、見てるだけとかね、コメントしてるだけっていうのもね、もちろんまあいいと思いますよ。それ全然よくてね、それで。その間にね、なんかこう、あ、自分こんな YouTuber さん、こういうとこがいいなとか、こんなとこが面白いなとかいうのをね、体感して、そういうのがね、糧になると思うんですよ。何にも知らなくてね、YouTube にポンとやって、ねえ、そこでうまくいきにくいと思いますよ。それよりもまず一旦 YouTube を見て、ああ、これ面白い、この人面白いっていうのを体感してね。これがやっぱテレビにない世界ですからね。というわけで長々、うわ、24分も語っちゃった。長すぎだよね。まあ、というわけで長々と語りましたけどもね、いかがだったでしょうか。ねえ、まあ、酔っ払いの戯言と思って聞いていただければ幸いでございます。というわけで、一人飲み会、ね、さとちんチャンネルでございました。バイバーイ。